ン市の住宅街に佇むカフェレストマーズ。店内は白やピンクを基調とした可愛らしい雰囲気です。メニューを覗いてみると、わー、すごい可愛いですね。重さ1キロという超ビッグサイズのフルーツパフェに、旬の愛媛産ブルーベリーをたっぷりトッピングしたパフェなど、可愛くてインパクト大なスイーツは全てオーナーの小林さんが考案しています。何々を使いたいなから始まって、何のキャラクターにしようとか、どういうデコレーションにしようかなって考える時が一番楽しいです。そんな小林さんの新作スイーツが、ちょうど今年からですね、アジサイをモチーフにしたかき氷を作ってみました。わっ、宝石みたいですね。すごいキラキラしてます。はい、冷たい白を3色のゼリーで飾るとのこと。ぶどうの紫にマスカットの黄色、ノンアルコールリキュールを使った水色のゼリー、ゼリーも手作りです。バタフライピーを使ったシロップになっております。バタフライピーって、はい、私初めて聞いたんですけど、こちらはですね、東石さんなんですけれども、お花のハーブの乾燥したものなんですけど、これを抽出してシロップにしております。バタフライピーのシロップをかけてゼリーをバランスよくトッピング。白いクリームの上に乗ると綺麗ですよね。はい、氷が溶けないよう手早くかつ美しく、時間との戦いです。本当にアジサイみたいですね。はい、お皿の上にアジサイが咲きました。涼やかな新作アジサイかき氷です。とかき氷のそばに黄色いシロップが、蜂蜜レモンのシロップになっておりまして、かけますと色が変わりますので、味変と色変とお楽しみください。両方、はい、じゃあシロップをかけて変化を。赤紫。バタフライピーに含まれるアントシアニンがレモンに含まれるクエン酸に反応して色が変わるんです。いただきます。うん。おいしい。シャリッとした食感と、あとこのゼリーのプルンとした食感同時に味わえて、すごい不思議な。シロップをかける前の方は甘みがありますね。かけた後の味の方がさっぱりしていて、夏にはぴったりの味だと思います。アジサイスイーツはもう一つ、グラスの中にロールケーキを投入、ぶどうとラムネのソルベ、さらに3色のゼリーなど10種類以上をトッピング。爽やかで贅沢、でんでん虫のアジサイパフェ。アジサイスイーツは梅雨明けまでの期間限定。美しさと涼やかさに魅了されてしまった私、冷たい一口を頬張りながら、梅雨が明けないでほしいと願うのでありました。